皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は私が持っているブルームのスクイーズをご紹介していきたいと思います。今回は私の持っているブルームのスクイーズを全てご紹介していくんですけれども、リクエストをいただいて結構経ってるんですけれども、となかなかねお答えできてなくてすいませんでした。なので今回はリクエスト返しという感じで撮っていきたいなと思います。で、同じ触り心地の同じシリーズのものは一つだけ触ってご紹介するという感じです。で、今回ご紹介するブルームのスクイーズ、すべて今まで私の過去の動画で個別で紹介しているので、ご興味のある方はそちらも見てみてください。では早速どんどんご紹介していきます。まずはバターブレッドローフ。こちらはチョコとピンクのストロベリーを持っています。こちらになります。次はブルームとモッシュのコラボの商品のブール・デュ・カンパーニュになります。こちらは特別な製法で作られているため、なかなか戻ってこない戻りの遅い商品になります。香りがすごく本物のパンみたいで、とってもいい香りです。で、こちらこんがりのタイプなんですけれども、焼きたてのタイプのものは今手元にはないのでご紹介はできないんですけれども、すいません。そしてこちらパンデュターブルになります。次はこちらのイングリッシュブレッドのスクイーズになります。こちらもショコラとストロベリーですね。そして次、こちらのパイナップルペンスタンドになります。ここにペンを入れることができるんですけど、すっごく柔らかくて、こちらもとっても低反発です。で、同じシリーズのアップルペンスタンドになります。次はアイラブストロベリーになります。すっごいストロベリーのいい香りで、とってもおすすめです。こちらはピンクのカラーもあります。次はアイラブピーチの新パッケージの方になります。こちらのピンクとパールイエローだったかなになります。こちらも同じく同様の新パッケージになります。そしてこちらのアイラブピーチの普通バージョンのものになります。こちらも紹介している動画でピンクもご紹介しているんですけれども、手元にないのでこちらのみご紹介させていただきます。はい、次はこちらクジラのミリーのスクイーズになります。私はこちらの驚きミリーの顔のもので、驚いてる顔のものになりますね。こちらもピンクとブルーのビリーくんがあります。そして次はリトルペンギンズのスクイーズになります。こんな感じで
の立つのですごく可愛いです。いろいろな顔があって、こちらの顔も持ってます。はい、次は柔らか戦車シリーズをご紹介します。こちら大きい感じのサイズの猫ちゃんのものになります。こちらもこんな感じで立つのでとっても可愛いです。で、こちら柔らか戦車の小さいものになります。ストラップがついています。はい、次はこちらアイラブストロベリーのミニになります。こちらも赤も、売っているんですけど、私はピンクのみ持っています。はい、次はチョコバナナのスクイーズになります。こんな感じです。こちらはこちらのチョコのものとストロベリー、ミント、グレープがあります。それぞれ香りも違くておすすめです。はい、次はポムポムハムスターになります。ピンクとオレンジですね。香りも違います。はい、次はこちら、こちらブレッドドールエンジェルになります。こちらもベリーを持っているんですけれども、手元にないのでこちらのみご紹介させていただきます。はい、次はブリティッシュロイヤルソフトを全種類、こちらプレーンですね。こちらのプレーンとストロベリー、マンゴー、メロン、グレープになります。そして牛乳浸しパンも同じく同様にこちらのプレーン、ストロベリー、マンゴー、メロン、グレープがあります。はい、という感じで今回は私の持っているすべてのブルームのスクイーズをご紹介しました。本当にたくさんあって山盛りの状態で、こんなにすごいね、机にもりもりになってるんですけれども、こんな感じで私の持っているブルームのスクイーズの紹介はこんな感じです。とすごい前からとブルームを集めているっていうわけではないので、そんなにたくさんは ないというか、結構前のものとか昔のものとかは持っていないんですけれども、クレアさんを知ってからクレアさんで今まで買ったものになります。こんな感じでご紹介しました。とまだ私はね、数えたことがないんですけれども、ご興味のある方はぜひこの動画を見てまた数えてみてください。とそれではご視聴ありがとうございました。とブルームのスクイーズで手元にないものっていう風に言ってたのは、手元にないって言ってたものは私の家にいなくて、いとこの子供のはとこにあげたりしてるので、とそういう感じのものが手元にないっていう感じです。はい、ご理解いただけたら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。そのね、いとこの子供にあげたものをご紹介できなくて申し訳ないんですけど、はい、ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。